幻のグランドライフ冒険記実況プレイやっていきたいと思います。今回は笠子岬の3周目やっていきます。はい、また帰ってきてしまいました。言うほど久しぶりじゃないだろう。クロカツさん、クロカツさん、トコットンとか、あー、どうした、どうした、なんか、何が、いや、いますけど。なんか、倒れてますけど。これ多分、コナンであれば、これはもう死んでるんですけど。あ、よかった。これ、ワンピースでよかったわ、これ。荒っぽいな、水かけて。まあまあ、わかるけ、まあ、最善か。いや、肉で回復するのはあなただけですよ。油断？確かに。荒らされてるもんな。何日も前。ほう。あ、なるほど。あ、なるほど。黄金の島のあいつですね。映画オリジナルなんでね。まあ、ちょっと、その動画は、お進みいたしますんで。
ティールとめっちゃ役に立つな。よし、2回連続クリティカルヒット。えい。あ、まずい。あ、これはまずい。ちょっとやられる可能性あるな。透かしてくれれば、外してくれればまだ。あー、やられちゃった。キャプテン、ウソップ。そう。いや、ちょっとね、3時だな。キャプテン、記念病が。お、発動させて。へい。やっぱ3強がいいよね。やられはしないけど致命傷。回復。あ、え、防御した。うまいか。そっちか。まあいいでしょう。体力わずかでしょうから、まあ、通常攻撃になっていいか。ああ、それか。外してくれないかな。まあやられはしないと思うけど。すっかすっか。おお、すかすか。やったそれ、さっきやってくれへんかな。チョッパーやられずに済んだんだけど。まあ、やられちゃうと経験値が入らないんですよね。まあ、チョッパー以外は全員回復。いや、負けましたよ。負け認めましょうよ。やめろよ、安当たりやめろ。高校科学の知識ですね。え？騙された。あ、ウソップもこれ、黄金遺産で解けないって知らなかったのかな？あ、まあ、このワンピースの世界のキャラクター、結構学のない人多いですからね。よし。ちょっと戻ってアイテム回収しましょう。リボルバー、忍者旅。ちょっとこれ、装備しよっかな。あー、そう、あー、対立しちゃった。あー、対立もやけど。ちょっとね、チョッパーは次はこれ多分戦闘あるかな。わかんないけど、まあとりあえず回復をさせておこう。で、装
オルしようかな。リボルバーが多分狙撃手最強のアイテムなんですね。素早さが最も上がりやすいやつなんですよね。これでいいか。行きましょう。外行くんだったっけ。あ、なるほど。中行け言うたり。おう。あ、そういや、チョッパーは、前回ここなかったから、知らない、新生代の知らないんだな、そういえばね。さあ、行こう。おう。わかるのか。おう。しゃあ。金属ロッド、ナイフ、危ねえなぁ。やる気ドリンク S。別の部屋か。ああ、まあ、あれはヒントで、ちょっとね、なんか見えにくいと思うんですけど、穴があるんですよね。もっと、左上にあるんですよ、おっと。で、この先行くと、あれ、また落とし穴なんで、この先にあるんですよね。なんでこんなややこしい仕組みにしてるんやろ。まあいいんだけど、クロッカーさんは何を思ってこんな仕掛けにしたんやろ。やっぱりロジャー海賊団の、クルーは何考えてるかわかんねえわ。で、なんか戻ってくる。よっしゃ。あれか、いつもでか。人間に褒めて嬉しくねえぞ、こんなのが。テンション上がってるやん。そうですね。で、これでもう、出口かな。あれ？おう。よっしゃ。よっしゃ、戻るぜ。あれ、おっさん。あれ？あいつは？エルドロゴは？確かに。僕天さんよりは短いことを祈る。はい。ああ、若いな。ロジャー海賊団ですか？ああ、別の人と言ってるのかな？おう。まあ、オリジナルエピソードかな。クロッカーさんそういう時期あったんだな。ロジア海賊団の時もまあそんな感じだったか。いや、グランドラインだぜ。あ、後悔してもね、後悔してもって思ったわ。
当時の東大森が。何？なるほど。まあ、ルスね、まあ、ロジャー海賊団と一緒にいたんですよね。
焼きおにぎりって爆発攻撃なんですけど、爆発弱いかな、ね、打撃強くて爆発弱いみたいな感じかな。よっしゃ、通常攻撃面だけ。よっしゃ、そう、今回全然援護してくれなかったよ。鉛玉が切れたんかな。もう一回どうすのか。あ、そんなこともなかった。ただ説教しただけ。なんでだよ。なんかもう後ろになんかもううなだれてるエルドラゴン蹴るな。そんな簡単に治るの？どういうこと？あ？起きた。なんだよ。うるせえよ、好きんだよ。勧誘するっていうのも決まりですからね。で、エルドラゴンは仲間になりました。まあ、黄金言うてるけど、そんなに悪いやつじゃないと思うんだけどな。もう。で、これで一応、双子岬のエピソードは全部で終わりですね。あ、そういえば、こんな硬いものを。出てこなかったな。で、どうしようかな。ウィスキーピークでもいいですけど、クロワさんどういこうかな。間違えた。まあ、クロワさんどうじゃないや。次、あそこ。軍艦島に行きます。ちょっと裏でまだ間違えちゃったんで、まだ行ったものですぐ戻ってっていう裏で作業しようと思いますんで、よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。